中国の6月の卸売物価指数は1年前と比べて 8.8% 上昇しました。2008年のリーマンショック以来の高い伸び率を記録した5月から 0.2 ポイント縮小したものの高止まりしています。国際的な原材料価格の高騰を受け、石油などエネルギー関連や金属加工が伸びました。一方、6月の消費者物価指数は1年前と比べて 1.1% 上昇し、4ヶ月連続のプラスとなっています。